未来を実装するテクノロジーで社会を変革する4つの原則馬田孝明4インパクト理想と道筋を示すそもそも課題とは何でしょうか本書は課題を理想と現状のギャップと捉えます 裏を返せば、理想がなければ課題もありません。つまり、課題がないという現象が起こってしまう原因の一つは、理想がないからです。これまで多くの地方自治体やその関係者をインタビューしてきた中で、私たちが気づいたことも、住民の多くが理想像を明確に説明できないことでした。変化が起こった後、 どういう社会になっているのか想像ができていなかったり、もとよりそうした変化を求めていなかったりするというケースが散見されました。例えば、都会に住んでいれば、過疎地には課題がたくさんあるはずだ、と思う人もいるでしょう。不便なことも多いでしょうし、村の飲酒など嫌なこともあるかもしれません。しかし、 意外にも住んでいる当事者は課題を感じていないことも多いのです。歴史社会学者の小熊栄治氏による地域を回って考えたことという本の中でもそうした過疎地に住む人々の言葉が紹介されています。随分とここには記者さんが来ました。困ったことはないかと聞かれる。一番困るのは 困ったここととがないことです当時の住民は80人65歳以上が70%を超える津軽半島の集落住民からは困りごととか不便さとかそういう不満を聞くことはあまりなかった将来への不安をたくさん耳にした群馬県南木村2014年に 日本創生会議、人口減少問題検討分科会が発表した消滅可能性都市ランキング1位の村。少し遠くから見ると困っているはずだと思うのに、当人たちは実は困っていない。なんとなく不便なことはあったとしても、問題はないという状況は往々にして存在します。今の状況で良いのであれば、 不満や課題は生まれません。都会の人たちやグローバルでの出来事を知っている人たちは、より良い仕組みや場所を知っており、それゆえに理想をイメージし、理想と現状のギャップを知ることができます。しかしそうでない人たちもたくさんいます。例えば、過疎地域の人たちの得る情報はテレビ中心であり、 かつ全国区のテレビが映らないこともままあります。そうなると、ウーバーなど最新のサービスのことを知りません。日々訪れる場所も、家と職場とスーパーと、そして時々市役所やデパート、といった範囲で完結する人も少なくありません。そうした状況では、新しい情報もなかなか手に入れられず、なんとなく不便、 という不満はあるかもしれませんが、現状に課題があるとはっきりとわかりません。もちろん、それで問題がないということもあるでしょう。しかし、たどり着きたい状態、つまり、理想的な状態のイメージがぼんやりとしているから、課題の存在もぼんやりしてしまうということもあるのではないでしょうか。なお、 こうした過疎地には理想がないと言ってるわけではありません。今のままで良いのであれば、今を維持するというのも一つの理想の設定の仕方であり、相応の努力が必要な理想です。これまでの社会実装の取り組みに足りなかった一つの重要なポイントは、この点ではないかと思います。まず重要なのは、 課題を課題として認識してもらうことです。そのためにより良い理想を提示し、その理想に納得してもらうことで、現状に課題があると初めて認識してもらえます。そうすると、これまで顕在化していなかった、この課題を何とかしたいというデマンドが徐々に浮かび上がります。この理想に当たるのが、 インパクトです。社会実装の取り組みを行うときには、まずインパクトを提示して、その社会実装の結果どのような社会や生活になるのか、そしてそれが本当に市民や受益者にとってより望ましいものである、ということを提示する必要があるのです。私たちの調査では、自分たちの行っている活動や、 自分たちの作っている製品が最終的に何につながるのかをきちんと説明するところから始めている取り組みは成功する傾向にありました。例えばテスラはより良い未来のために世界の持続可能エネルギーへのシフトを加速するという理想の社会を提示してその理想と現状とのギャップを描き そこを埋める製品として自社の EV 車を提案しています。加古川市の監視カメラの事例でもカメラやビーコンという技術の中身だけではなく安全や安心といった社会へのインパクトが市民にきちんと共有されていました。Airbnb が掲げていた Belong Anywhere というミッションやマネーフォワードのお金を前へ というミッションは、まさにインパクトの言語化と言えるでしょう。成功した社会実装の担い手の多くは、実装そのものから得られる便益だけではなく、その先にある理想、つまり長期的で社会的なインパクトを見据えて、それをステークホルダーに訴えかけていたのです。もちろん場合によっては、 そうした遠い未来の社会的インパクトではなく、安く泊まりたい、お金を簡単に管理したい、という近い未来の便益を提示することもあるかもしれません。しかしそれだけではなく、その先の社会の変化としての、ビロングエニウェアやお金を前へというインパクトを語ることによって、より多くの人たちを巻き込むことができていました。 また、インパクトが設定されていることで、向かうべき方向性が明示され、複数のステークホルダーの共同も可能になります。各ステークホルダーが、インパクトという同じ方向を向くことで、それぞれの自律性を保ちながら、個別の活動を行うこともできるようになります。一方、失敗例を見てみると、 こうしたインパクトの提示がうまくいっていないようでした。例えば Uber は Airbnb に比べると自社の思い描く社会的なインパクトをそれほど前面に押し出していませんでした。私たちの調査以外でも公衆衛生分野で名高いロバート・ウッド・ジョンソン財団は過去のプロジェクトを振り返り共通する失敗の理由が ミッションの欠如だということを突き止めたそうです。これはつまり失敗したプロジェクトは目指すべきインパクトがはっきりとしていなかったため失敗していたとも言えるでしょう。ソーシャルセクターでは社会に潜む課題を多くの人に認知してもらうことをファンドレイジング、資金調達という言葉と対比しながらイシューレイジング、 問題を認知してもらうことと呼ぶことがあります。社会実装においてインパクトを示すことはまさにイシューレイジングをすることと言えるでしょう。理想となるインパクトが単なる夢物語ではないという点も重要です。そこに至るまでの現実的な道筋を見せることもとても大切なステップです。 インパクトを示すだけで、その解決策を提案できなければ、単に問題があることを示すだけになってしまいます。希望に関する心理学を長く探求してきたリック・スナイダー博士によれば、希望とは、望ましい目標への道筋を導き出す能力があると思えること、そして、その道筋を歩いていける能力があると思えること、 と定義されます。つまり、希望には、目標があると同時に、目標達成のための道筋が必要であるということです。そして変革のモデルである、D、D×V×F、大なり R の式でも、最初の一歩、F、つまり一歩踏み出すための道筋が重要であることが指摘されています。 私たちの調べた事例を見てみても、成功している社会実装のプロジェクトは、ゴールとしてインパクトを示しただけではなく、インパクトへのたどり着き方や、たどり着くための手段をきちんと明示していました。こうして道筋を示すことのメリットはいくつかあります。一つは、ちゃんとたどり着けるかもしれない。 という実現可能性を感じられるようになること。そしてもう一つは、周りの人たちが最初の一歩に協力しやすくなることです。例えば、旅行中に山の中を通っていて、ここを通れば近道ができるかもしれない、という森が見えたとしましょう。それが、獣道すらない森であれば、 その森に入って通り抜けられると思える人はそういないでしょう。しかし人が通れそうな道が見えているのであれば森に入って近道をしてみようと思う人はそれなりにいるのではないでしょうか。仮説であったとしても道筋が見えることで人は不透明な未来であっても少し挑んでみようと思えるようになるものです。一方で 何でもやっても良いという多すぎる選択肢を目の前にしてしまうと人は迷って踏み出せなくなってしまいますそこで第一歩をどう踏み出せば良いかを伝えその先に道があることを示すことが大事なのです WK ケロッグ財団では2006年子供の肥満への懸念が高まる中で 子供たちの健全な食事と生き生きとした生活を実現させるべく、食と健康プログラムというプログラムを設計しました。プログラム担当者たちは、ステークホルダーとともに目指すインパクトを策定し、そのインパクトを実現するために複雑な問題の構造を把握、そこからの道筋を示しました。 そのインパクトと道筋の設定が関係者が手を組む手助けになったそうです。道筋があることでそれぞれの活動がどのような順番でどう関連するかがわかり望ましい未来にたどり着くためにやるべきことが明示されたという例です。インパクトを示すだけではなくそこに至るまでの道筋をきちんと示し その中で社会実装のプロジェクトをどう位置づけられるかを明確にすること、それが社会実装のプロジェクトの成否を決めていくと言ってもいいでしょう。営利企業であれば、自社の目指すインパクトにたどり着くための道筋の第一歩は、自社の製品やサービスを普及させたり、販売したりすることになるでしょう。しかし、道はその先にも続き、 社会実装のプロジェクトのインパクトや会社のミッションの達成につながっていくのです。このインパクトと普段の販売のような活動、そしてその間を埋める道筋を示すためのツールとしてロジックモデルがあります。本書ではソーシャルセクターとパブリックセクターの中で培われてきたこのロジックモデルを民間企業でも使うことを提案します。 ロジックモデルとは、あるプロジェクトについて、投入する資源、活動、結果として生まれる製品やサービス、それによる成果、その成果がもたらすインパクトの因果関係を体系的に図示するものです。作ることで、それぞれの要素が連鎖してインパクトにつながることが可視化され、時間軸も含めて、インパクトと そこに至る道筋を考えることができますまた図示されたものを共有することでプロジェクトの長期的な価値を説明することもできます一般的には図4-2のようにインプットリソースアクティビティアウトプット実装アウトカム インパクトの5つの要素をつないだツリー型で表現されます。それぞれの要素の簡単な説明は以下の通りです。インプット、リソース、投入する資源、資金、人材、知財・技術、文化など、投入とも呼ばれる。アクティビティ、 プロセスや事象、行動、活動とも呼ばれる。アウトプット、実装、製品やサービスなど、結果とも呼ばれる。アウトカム、製品やサービスによる個人や環境の変化、効果、成果とも呼ばれる。 短期的アウトカム、中期的アウトカム、長期的アウトカムなどに細分化されることも多い。インパクト。成果がもたらす社会的な変化や効果。組織が存在する理由。社会経済的変化とも呼ばれる。それぞれの要素は、もしこれが起こったら、こうなる。IF 前という論理でつながっていますロジックモデルはこうなればこうした結果を生むはずという仮説の集まりなのですそしてこの原因と結果の連鎖からなる仮説の集まりを理論セオリーと呼びますロジックモデルは主に制作デザインの妥当性の評価 これをセオリー評価と呼びますに使われます。パブリックセクターでは政策のベースとなる問題解決のロジックが適切であったかどうかを検討するために作られるのがロジックモデルです。こういうものを作るのはいいけれど計画通りにいくはずがないといぶかしむ読者の方もいらっしゃるでしょう。おっしゃる通りおそらく 最初のロジックモデルは何かが間違っている場合も多いのです。なぜならロジックモデルは仮説の集まりだからです。しかしこのようなモデルを作り上げておくことで振り返るときに何が間違っていたのかを検証しそこから学ぶことができます。ロジックモデルは計画を示すためのツールであるだけではなく事後に 学ぶためのツールでもあります。アウトカムとアウトプットの差が理解しづらいという声をよく聞くので、ここで解説を少し厚めに行いましょう。アウトプットによって起こる望ましい変化のことをアウトカムと呼びます。基本的には、アウトプットまではサービス提供者の視点。アウトカムは サービス受益者や社会の視点で語られます。アウトプットとアウトカムの違いが分からなくなったら、アウトカムの方が少し抽象度が高く、アウトプットの後に生まれるものだ、というふうに考えておくと、一つのヒントになるでしょう。アクティビティやアウトプットの方が具体的で分かりやすいため、ついそれらに注目してしまいがちですが、 本来重要なのはアウトカムの方です。製品やサービスを提供するプロジェクトの場合、アウトプットは製品やサービスそのものです。一方、アウトカムは製品やサービスによって得られる変化です。例えば、任天堂は、任天堂に関わるすべての人を笑顔にする、 というビジョンを持っているようですがその任天堂の活動を大まかにロジックモデルの一つの経路として落とし込めば図4-3のようになるでしょうゲーム機やゲームを開発することはアクティビティですそしてアウトプットとしてゲーム機という製品が完成しますしかしこれはアウトカムではありません アウトカムは、顧客がゲーム機で遊ぶことで得られる高揚感や感動、あるいはゲームを通した友達との会話などです。そうしていくと、任天堂に関わる全ての人を笑顔にするというビジョンが達成されます。この書籍を書いているプロセスにも当てはめてみましょう。著者による執筆は、 アクティビティです。その結果のアウトプットとして書籍が出来上がります。そして顧客である皆さんがその書籍を読むことで得られる知識の獲得や態度の変化などがアウトカムになります。そして社会実装がより進みやすい社会になることが本書の目指すインパクトです。 社会実装で言えば AI の社会実装など〇〇の社会実装と言われるとき〇〇はアウトプットやアクティビティレベルの話ですアウトカムはその先にある社会実装された技術や製品による成果です例えば AI を使った製品やサービスはアウトプット その結果、従来に比べて業務量が10%減ったのであれば、それがアウトカムになります。インパクトは、その先にあるもの。例えば、人の余暇時間が増えることなどになるでしょう。ロジックモデルでのアウトカムは、短期、中期、長期と、時間軸でいくつかに分けることが一般的です。 そうすることで自分たちのアウトプットがどのようにインパクトにつながっていくのかが整理しやすくなります。親しみやすい例としてダイエットを取り上げてみます。ダイエットのための運動や食事制限はアクティビティです。その結果消費カロリーが増え摂取カロリーが減るといったアウトプットが得られます。 これらのアウトプットの先には体重の減少や体脂肪率の減少という短期的アウトカムが生まれますさらにその先にはそもそものダイエットの目的である健康的な体になる期待服を着るフルマラソンを完走するなどの中期的なアウトカムがありこうした中期的アウトカムが 健康寿命を伸ばす。魅力的な人物になる。などの長期的なアウトカムにつながり、最後に、インパクトとも言える、健康的に長生きすることで幸せに長く暮らす。社会への貢献を最大化する。エネルギッシュに生きて周りを幸せにする。といった人生の目標につながってくるのです。なお、 長期的アウトカムとインパクトは同じものとして語られることもありますが、本書では分けて考えることにします。インパクトは社会というマクロなレベルでの改善の効果を、一方、アウトカムは特定の施策と連動した成果を示すものとして捉えます。希望とは、 望ましい目標への道筋を導き出す能力があると思えること、そしてその道筋を歩いていける能力があると思えることだと紹介しました。ロジックモデルはまさに目標とそこにたどり着くための道筋を示しているモデルだと言えます。このロジックモデルはソーシャルセクターで発展してきました。基金や財団が 助成金プログラム募集の際に NPO や NGO にロジックモデルを提出を求めるケースが増えてきていますさらに最近になってパブリックセクターからも改めて注目されていますイギリスでは2018年からロジックモデルを使って政策を評価するようになりました国連や米国 CDC でも使われており 2020年のコロナ禍においても CDC は新型コロナウイルス対策のためのロジックモデルを作成しています。日本でも文部科学省や総務省などで利用が進んできたほか経済産業省でも平成31年度の概算要求プロセスにおいてロジックモデルの作成が義務付けられました。地方自治体でも 約4割が何らかの形で利用しているという2016年度の調査もありますロジックモデルがソーシャルセクターとパブリックセクターで広がってきた背景には社会的インパクトの計測の難しさ多様なステークホルダーの政策決定への参加エビデンスに基づく政策エビデンスとベースとポリシーメイキング EBPM の流れの三つが挙げられます。社会的インパクトの計測の難しさは、NPO 運営の難しさと直結する問題です。NPO は、ノンプロフィットオーガニゼーションの名が示す通り、利益や利益分配とは異なる目的を持って組織化されています。多くの NPO の主な目的は、 多かれ少なかれ社会に対する貢献だと言ってもいいでしょう。そして社会に対する貢献を求められるのは行政も同様です。その貢献をどう図るのかは常に難問として残っています。営利企業であれば利益や株価などである程度業績を図ることができます。 しかし、社会が良くなったかどうかは早そ々うそう簡単に測れるものではありません。では測らなければいいかというとそんなことはありません。NPO は、寄付や助成などを中心に資金を獲得しているため、資金提供者に対して自分たちの活動とその効果についての説明責任を果たす必要があります。そこで、 NPO などが含まれるソーシャルセクターでは、インパクトをどう扱い、そして、インパクトをどう計測し、活動を評価するかについてのツールが発達してきました。そのツールの一つがロジックモデルなのです。二つ目の背景である、多様なステークホルダーの政策決定の参加について見ていきましょう。 ガバナンスのあり方に変化があったこの数十年で行政だけではなく民間企業や NPO など様々なステークホルダーを巻き込んで政策を決め運用していくようになりました社会課題の領域では2011年にコレクティブインパクトという概念も提唱されていますコレクティブインパクトは 異なるセクターから集まった重要なプレイヤーたちのグループが特定の複雑な社会課題の解決のために共通のアジェンダに対して行うコミットメントと定義されています従来 NPO や行政民間企業といった個々のプレイヤーがバラバラに行っていた社会課題を解決する活動を集団的、共同的 コレクティブに解決し、インパクトを生み出していこうという取り組みです。何かを共同で達成していくためには、基盤となる戦略がなければ、アラインメントが取れません。そこで活用されたのがロジックモデルです。お互いが話し合い、目的を定め、成果を評価するためのツール、そして多様な利害関係者が、 アライメントを取りながら活動していくためのツールがロジックモデルなのです。例えば、戦術のコレクティブインパクトを達成するには、1、共通のアジェンダ、2、評価システムの共有、3、互いに強化し合う活動、4、継続的なコミュニケーション、5、 活動を支えるバックボーン組織の5つの要素を満たすことが重要だと言われています。これらのうち1、2はロジックモデルを示すことでカバーできます。ロジックモデルではインパクトという共通のビジョンが示されており、さらにそこに至るまでに必要なアウトカムやアウトプットも定められています。これらが ステーークホルダダのの共通のアジェンダになりま,すまた、ロジックモデルは評価の方法が組み込まれているため、評価システムも共有されることになります。また、ロジックモデルに示されたアクティビティをステークホルダーが互いに参照することで、3、4の達成にも貢献するでしょう。5のバックボーン組織は、 その事業を中心的に行う民間企業や行政、NPO です。5つの要素の中でも特に重要なのは共通のアジェンダだと言われています。目指すべきインパクトやその途中経過としてのアウトカムを共有していなければコレクティブな活動は生まれません。だからこそインパクトの設定と それに至るためのロジックモデルが共通の基盤となるのです。ロジックモデルが注目される三つ目の背景は、エビデンスに基づく政策立案、EBPM の流れです。EBPM は、従来のようなその場限りのエピソードや、特定の立場からの意見に頼った、オピニオンベースの政策立案ではなく、 政策目的を明確にした上で、統計や研究成果などの合理的根拠に基づいて政策を立案していこうという取り組みです。例えば、ランダム化比較実験などで得られた特定の介入の成果を比較検討した上で、どのような介入を政策に導入していくかを決めていくことで、より少ない資源でより多くの効果を期待できるようになります。 例えば、カリフォルニア州政府は、ある二つの地域の電気料金と消費量のデータを比較分析して得られた、複雑な重量料金制による節電効果は小さい、という研究成果を用いて、電力会社に対して、重量課金制をシンプルな形にするよう指示しています。しかし、 EBPM のベースとなる研究結果は、特定の状況と条件で得られたものでしかありません。どんなに良い結果がそこで示されていたとしても、その介入を他の条件下で応用したとして、研究結果が同じ結果が出るとは限りません。もちろん闇雲に政策を作るよりも、エビデンスを活用した方がずっと効果的とはいえ、新しい条件下では、 あくまで一つの仮説でしかなく、その仮説を理解するためには、文脈の中に置かれる必要があります。そうした文脈を示す上で、ロジックモデルが有効なツールとなるのです。また、立案した政策の効果を測定する際にも、ロジックモデルという形で仮説がまとまっていることで、事後的な効果検証が行いやすくなり、 さらなるエビデンスが生まれやすくなるというメリットもあります。こうした背景からロジックモデルはこれまで主にパブリックセクターやソーシャルセクターが使うツールでした。しかし最近では民間企業でもその活用が進みつつあります。その背景には社会や投資家が 事業会社に対して社会課題の解決を求めることが増えていることがあるでしょう。対象は大企業だけではありません。日本でもベンチャーキャピタルと財団とかタッグを組んで、投資先のスタートアップのロジックモデルを示し、どのような社会的インパクトを引き起こそうとしているかを説明するような試みも行われ始めています。 本書では民間企業もロジックモデルを使って自社の事業の社会的インパクトや目指している短期、中期、長期のアウトカムを整理することを推奨したいと思います。今後民間企業が社会課題の領域でビジネスを行うことが増えていく中でロジックモデルという共通の基盤があることでパブリックセクター、プライベートセクター、 ソーシャルセクターの3つのセクターが円滑に協業しコレクティブインパクトを生み出すことが可能になるはずです。また民間企業が社会課題に取り組むことが増えてくるとこれまでパブリックセクターやソーシャルセクターが取り組んできた社会的インパクトの計測の難しさという問題にぶつかるでしょう。戦術の通り 社会課題は往々にしてその成果が測りづらいものです。営利企業における利潤の最大化というこれまでの事業成果の計測とは全く違う方法が求められます。計測が難しい問題に取り組んできたソーシャルセクターやパブリックセクターがたどり着いた一つのツールであるロジックモデルを活用しない手はないでしょう。また、 民間企業がロジックモデルを利用することで企業のミッションが日々の事業活動にどのようにつながっているかを図示することもできます日々の事業活動がどのようなアウトカムをもたらしどうミッションの達成に繋がっていくかを説明できればそこに関わる社員のモチベーションも高まりますロジックモデルを使うと 利益というものは短期的なアウトカムの一つでしかないことに気づきます。例えば、企業利益というアウトカムは、あくまで長期の創業を可能にするため、いや、利益を再投資して研究開発をするための短期的アウトカムの一つです。その利益を使って、どのようなインパクトを社会にもたらしたいのかが、 事業を作っている意義のはずです。<music>